日本関東地方東京都足立区、中央本町中央本町は東京都足立区中部の地名。現行行政地名は中央本町1丁目から5丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は1.2丁目が120の0011。3から5丁目が121の0011。9丁目は梅田町、小江門町、東島根町。 東栗原町、千住若松町、千住弥生町、千住栄町。隣接する地域は、北は、東京都道318号環状7号線を、挟んで平野及び一つや、東は青葉及び高道、南は足立、西は梅島。東京都足立区の中央部に位置し、足立区役所などの行政機関が置かれている町である。足立区成立当初から、 区役所があったわけではないが、1996年に、千1一丁目にあった区役所が当地へ移転した。南は、東部伊勢崎線、西は、国道4号、北は、東京都道318号環状7号線、東は、補助台256号線によって、地区の四方を直線的に区画され、南北に長い長方形を成している。1丁目には、 足立区役所をはじめ、足立農業共同組合、足立保健所、足立東清掃事務所、東京都立足立高等学校など、3丁目には、東京都水道局や、中央本庁センターなどの初期間、施設が集まり、一部には製作所や、鉄工車などの中小企業が多数立地している。そうした中に、多数の都営住宅や、新旧の住宅街が広がっている。 住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、中央本町1の18の14の地点で29万円、平方メートルとなっている。当地区は、千住弥生町、千住若松町、千住栄町、小江門町、東島根町などが複雑に入り組み、土地に疎い人には住所を探すのも困難な土地であった。さらに、昭和30年代に、相次いで、 公共施設などが建てられたことも、早急に住居表示を導入する必要性を増すことになった。地理的に、足立区の中央部にあったことから当初は、中央の名称が提案されたが、当時すでに大田区に中央があったため、本町を付加し、中央本庁として実施されることとなった。住居表示の実施後も、旧町明時代の諸施設や建築物には、 旧町名が使われているものも多数残されている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては2018年度から学区域、または 学区域に隣接する学校のみの選択になる。当地区は1丁目北部、3、4、5丁目の旧梅島町地区と、1丁目南部、2丁目の旧仙住町地区とに分けられる。北側の旧梅島町地区は、江戸時代の小江門神殿と島根村の流れを引く。これらと周辺の旧村が1889年に合併して梅島村を形成し、 1928年には、梅島町となった。旧村はその後も、大技として、旧村名を冠し、東京府南安立郡梅島村大技、島根などと称した。1932年に、南安立郡の山頂7、村が合併し、足立区が成立すると、これまでの大技がそのまま町名になり、この地域は、足立区島根町、栗原町、小江門町となった。 一方の地区南側、旧千住町地区はもともとは千住町の一地域であった。しかし1930年に荒川放水路が改作されると、それまで地続きであった千住町中心部から分断された。そのため1931年に千住町に新たな大技を設けることとなり、若松町、弥生町、栄町が成立した。 1966年に住居表示が実施されるにあたり、これら南北の各町の一部を合わせた区域をもって、中央本町が成立した。AB、足立区の町定別の世帯と人口。足立区。2017年12月7日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月7日閲覧。AB、郵便番号。 日本郵便。2017年12月7日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年12月7日閲覧。国土交通省地下工事。都道府県地下調査。区立小中学校の通学区域表。通学区域図。足立区。2017年12月7日閲覧。学校選択制度について。足立区。 2017年12月7日閲覧。小学校の学校選択制度の改正について、足立区。く。2017年12月7日閲覧。ありがとうございます。